がいっぱい動いてる。あるところに変わり者の錬金術師がいました。ドローンか。小型のロボットとドローンで勝負。彼は錬金術を使って自由に暮らしていましたが、その力のせいで町に住む人々から恐れられてもいました。そんなある日、町に旅の一座がやってきました。一座のショーを見た町の人々は皆笑顔になり、覗き見ていた錬金術師もまたそのショーに心を奪われました。錬金術師は思いました。僕もこんな風に素敵なショーをしてみたい。わかるわかる。あの踊るロボットやらドローンやらもとんでもないが、あいつかなりやるな。工場は緩急が効いてるし、身のこなしもいい。それに観客をロボットに感情移入させる巧みな演出。演出はあいつが考えているのか。もしそうだとしたら、演出家として引き入れれば。錬金術師は旅の一座を招いてたくさんショーの練習をしました。そうしてある日、町の人々に自分のショーを見せました。邪魔が入ってしまったね。この続きはまた次回にしようじゃないか。さて、錬金術師のショーは成功しただろうか。ゾウゾウして待っていてくれたまえ。すみません、今の人ってここのキャストじゃ。人の話を理解しないモンスターに出会い、異世界に飛ばされ怪力の着ぐるみに脅迫された。だったらどれだけ良かったことか。ああそうだ、この辺りでロボットを使って勝負してるやつを見たことはないか。詳しく聞かせてくれ。まったく、東大元暮らしとはこのことだ。まさか隣のクラスにいたとは。 A 組の天馬司だ。上白瑠衣はいるか。
海城の行きそうな場所を知らないか、もしくは援護を頼んだよ。話を聞けば聞くほど相当な変わり者のようだな。仕方ない、もう少し探してみるとするか。にも勾配にもいないとは、ここにもいなければさすがの俺もお手上げだ、はあ、しかし今時放課後に屋上にいるやつなんかカップルか変人くらいしか。いや、あれは。やあ、やっと来たんだね天幕。待っていたよ。僕に用があるんだろ。探してたのよ。なんで知ってるんだ。君をずっと見ていたからさ。な、もしやお前は俺のファン。ファン？それは面白い発想だね。確かにファンかもしれないよ。君の頭の上を見てごらん。見ていたのか。ああ、そうだよ。学校中を動き回る君が面白くてね、つい観察してしまったよ。なんと、カメラやマイクまでついている。これは神代が作ったのか。ああ、そうだよ。ショーで使っていたロボットもか。おや、僕のショーを見ていたのかい。君もどうやら僕のファンのようだね。いや、俺はお前を勧誘しに来た。勧誘？そうだ、単刀直入に言おう。神代ルイ、この俺と共にショーをするぞ。君とショウ、それはなかなか面白そうだね。そうだろう、そうだろう。よし、そうと決まれば早速今から。ショウを愛する者同士それぞれ頑張ろうじゃないか。それじゃあ天幕、また会おう。